忍本王は、高栗の第五代の王。聖は公、忌み名はワレまたは、貝愛郎。三国式高栗本義では先々代の大竹、親新王の着手であり、三国維持王歴では、先代の敏中王の弟とする。32年12月、大竹親新王の着手として大使に建てられたが、44年10月の大竹親新王の死去の際には幼少であったため、 王の弟の貧中王が衰退されて大いについており、48年に貧中王が亡くなると海愛郎が大いについた。49年2月、将軍を派遣して、五官の右北平、両陽、上田に大元を襲撃させたが、両党大衆の祭りは、恩義と真義と思って対応したので、両国間の関係は和親に戻った。 五感所祭り伝によれば、強度対策として戦費などを懐柔しようとした祭りが、戦費の徴工に対して何倍もの菓子品を与えたことを伝え聞いたコウが、それまで敵対していたにもかかわらず、五感の両党へと徴工を行ったという記事があり、符合している。国内の上た民に施すこともあったが、後には、人の上に座ったり人を枕にするなどして揺れ動いた、ものは容赦なく、 殺し、還元する神は、弓で殺すなど、暴虐の王と化した。そのために、いつか王に殺されると恐れた森路という側近によって53年11月に殺害された。そして母元原に葬られ、忍ぶ本王と送りなされた。瓶中王及び母本王の意味なに、海の字が共通しており、不要の海を取ろう。 透明星王伝説に見る主毛の父海母僧の連想でこれを生と見る説もある。海は太陽、日輪の古郷戦後を転写したものであり、天帝の子を自称した海母僧にふさわしいとする。あゆ海1987ピアニッシモ、七72から74。ありがとうございます。